こんにちは、スミレです。今日の動画ではパッドマックグラスから出ているマザーシップパレット9、こちらのヒュートピアンドリームについてレビューをしたいと思います。今回のレビューではこちらのパレットの全色スウォッチはもちろんのこと、今までのマザーシップパレット7、8、9とも比べていきます。そしてここに入っているラベンダーカラーの、ね、色味、今までのマザーシップパレットの3、そして6にもこういったパープル系の色味があったので、パープル好きな方のためにこちらも比べたいと思います。今回のこちらのパレット、実はプレストピグメントも2色入っていますので、そういったことも詳細を話していきたいと思います。そしてインテンシファイアーティストリーワンドというものがあって、色をね強調するときに使うようなものがあったりするので、こちらについても簡単にご紹介したいと思います。では早速色の紹介からいきたいと思います。こちらのパレットの中にはシマーが1色、マットが3色、メタリックが2色、トリオクロームが1色、デュオクロームが2色、そしてグリーミングメタリックが1色になっています。早速シマーの色味からお見せします。こちらがシマーの色味になっています。基本的にマザーシップパレットの左上はねこういったオフホワイト系のねシマーが入っているんですが、こちらのパレットはねこういった見え方をします。そして蛍光灯の真下の光で見るとこういった形になります。次にマット3色をお見せします。こちらがマット3色になります。そしてこの左側と右側の色味に関してがプレストピグメントになっています。こちらについては後ほど詳しくお話しますね。次にメタリック2色、そしてグリーミングメタリック1色、合わせて3色をまとめてお見せします。こちらになります。一番右側のグリーミングメタリックといったものが一番ね滑らかな、ちょっとシマっぽいようなメタリックかなと思います。そして左の2つに関しては左側がね滑感があって、真ん中のものに関してはちょっとフレーキー状のテクスチャーなのでこういった形になりますが、もっとね指で伸ばしてあげるともう少し滑らかになるかなと思います。また蛍光灯の真下の光でお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見た感じになりますね。この方が滑感がよくわかるかなと思いますが、色味としてはねみんな使いやすい色味なんじゃないかなと思います。こういった色の見え方になります。そしてトリオクローム1色をお見せします。こちらがトリオクロームになります。色味のね出方はこういった感じなんですけど、後でねマザーシップパレット8に入っている方のトリオクロームと色味も比べますね。こういった少し落ち着いた感じの、どちらかといったらね秋仕様になっているようなトリオクロームかなって思います。ちょっと蛍光灯の真下でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見た色の見え方になります。こんな感じですね。次にデュオクローム2色です。このね左側のものが今までの中で一番私は好きっていうぐらい、パウダー感もすごく柔らかいんですね。柔らかくて綺麗に滑らかに伸びてくれます。で一方この右側の方がちょっとね硬さっていうのがあって、少しパサパサ感があるかなといった感じなんだけど、色のテカリ感はとっても綺麗ですね。この左のものがね本当に素晴らしい。ものすごく使用感もいいし滑らかに伸びてくれるし、ちょっと他の光でもお見せしますね。こちらになりますが、画面を通して見るよりもね直接見た方がツヤ感がものすごいんですよね。この上の方のね今ちょっとゴールドっぽいのとかも、もっとねツヤ感がある感じで実物は見えたりします。とにかく私は大好きですね。皆さんはどうですか、ね、こういった形になります。いかがでしたか。こちらのパレットはね今2021年の9月現在なんですが、マザーシップパレット、黒のね横長のタイプのものね、これが1から今回が9、1から9まで出ています。そして右側4つが特別シェードと呼ばれるものになっていて、特別な輝きを散るものだったりとか、マルチクロームだったりデュオクロームだったりね、そういったものが入っています。ただ例外があって、マザーシップパレット4のみは全てねシマ感がある色味になっているので、マットとかデュオクローム感があったりとかラメ感があるものは入っていません。まあ、ただ基本的にマザーシップパレットは右側4つが特別シェードだと思っていて大丈夫です。そしてこちらのパレットね全部で10色入っているんですけれども、1色あたり 1.2g ほど入っています。
そしてこちらのマザーシップパレット Q においては使用期間は18ヶ月になっていて、イタリア製になっています。でマザーシップパレットっていうのはこういったケースに入ってくるんですけども、皆さんこのバラがちょっと見えますか？バラといったらマザーシップパレット7、このディバインローズ1で大ヒットしたのがこのローズのね展開になっているんですが、あまりに大人気な上にマザーシップパレット8、このねローズのさらに展開したものディバインローズ2というものが出ました。そして今回はマザーシップパレット9、特にディバインローズ3ではないのですが、こんな感じで今回もねバラがあります。でケースを開けるとパレットが入っているのはもちろんなんですが、アイシャドウの色味もね別紙で入ってきています。今回こちらの箱よく見てみるとアーティストリーパレットと記載があります。この記載アーティストリーパレットっていうのは実はマザーシップパレット8、この時もアーティストリーパレットと記載がありました。ちなみにマザーシップパレット7はアイシャドウパレットと記載があります。このアーティストリーパレットと記載があって、裏側を見てみると左側にアイシャドウはこの色味です、そしてプレストピグメントはこういった色味になってますと記載があります。なので今回のパレットの中にはプレストピグメントが2色入っています。プレストピグメントって何？って思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、よく思われるのがもしかするとピグメントって色素のことなんですが、 100% ピュアなピグメントでそれをプレスしたのがプレストピグメント、そしてそのピグメントにいろいろな、ね、成分を混ぜることで肌にのせたり使いやすくしたものをアイシャドウって分けたりすることもあったりするんですが、ここで言うのはその定義とは違います。もしその定義であったならば、今回このパレットにあるプレストピグメント記載のものは 100% ピグメントのはずですよね。ただ実際に裏を見て原料をね、いろいろ成分見てみるとタルクとかシリカとかたくさん入っていますね。だからその分け方の定義であったらアイシャドウのカテゴリーでいいはずなんだけれども、その定義ではなくて目周りに使って大丈夫な色素かそうでないかで分けているんです。でこちらについて初めて私の動画をご覧くださる方もいらっしゃると思うので、簡単にね全てお話をすると、アイシャドウとかって日本のものはねそういうことがないから、つい海外コスメも同じ感覚になっちゃうかもしれないんですけども、例えばねアメリカで言ったらアイシャドウに使って大丈夫ですよといった承認された色素ピグメントで作られたものと、目周りに使うことは推奨されていない色素で作られたものもあったりするんです。なのでそこの見分け方に関してはアイシャドウの記載なんです。なぜかアイシャドウっていうのは目周りに使う目的の商品ですよね。なので目周り仕様が大丈夫な色素で作られたものはそういった目的で販売して大丈夫なんです。ただ目周り仕様は推奨されていない色素で作られたものに関しては目周りに使うアイシャドウとして販売することはできないんです。そういった意味合いでアイシャドウはこの色味、プレストピグメントはこの色味と分けています。そしてプレストピグメントの色味の横に米印がついていて、左下の部分にアテンション、まあ、注意喚起としてこちらに関しては目周りにね使うことは推奨されていませんとね、そういった記載注意書きがあったりします。そういった推奨されていないものを使ったらどうなるのってことなんですけども、ほとんどの方は大丈夫な方が多いんだけれども、敏感肌の方が使った時には何らかのトラブルが起きる可能性があるんです。よくねこの色素沈着するからプレストピグメントなんでしょって思われる方いらっしゃるかもしれないんですけども、それは目周りに使って良いものでも良くないものでも色素の含有量が多ければ色素沈着はするものもあったりします。まあ、なので色素沈着するイコール目周りに使っちゃいけないピグメントではないんです。なのでほとんど大丈夫な方が多いんだけども、敏感肌の方は一応念のためにねパッチテストしてみるとか、今日はいつもより目周りが敏感だなと思ったらその色を避けてみるとかね、知っていると知らないのではまた違ってくると思うので、私の動画ではねいろいろとこういったことも共有していますが、このプレストピグメントが入っているのはマザーシップパレット9だけではなくて前回の8、こちらにも1色入っていました。まあ、詳細のレビューはね概要欄に貼っておくので、そのパレット見たい方はそちらねレビューを見ていただきたいんですが、マザーシップパレット7に関してはプレストピグメントは入っていないのでアイシャドウパレットとして販売がされています。
なのですごく敏感肌のね不安の方は同じディヴァインローズの中でも7の方が安心かもしれないですが、まあ、それは皆さんの選択になってくると思うので、こういった情報もね少し参考にしていただければなと思います。でここからこのマザーシップパレット9、8、7それぞれ似ているので色味を比べていきたいと思います。今回のマザーシップ9に入っているマットの色味、この3つね、これとマザーシップパレット7に入っているこの2色のマット、最後にマザーシップパレット8に入っているこちらのマットを比べていきたいと思います。こちらになります。左3つがマザーシップパレット9、真ん中2つがマザーシップパレット8、右側2つがマザーシップパレット7になります。マットを触った時の一番の滑らかさがあるのはマザーシップ7の右側2つになっています。で左側マザーシップパレット9については2色がね本来目回り使用は推奨されていないものになるので、敏感肌の方であれば似たような色味のマザーシップパレット8、こちらのマット2色はプレストピグメントではないのでマザーシップパレット8の方がいいかもしれないですね。こういった感じになります。どれもね似た印象があるかもしれないけど、特に9と8は少し似てるかなといった印象がありますが、まあ微妙に違うんだけどね。7の方がもうちょっとモーブトーンですよね。もう少し暗めの印象があると思います。クールトーンですね。こういった感じになります。そして次はトリオクローム、マザーシップパレット9に入っているトリオクロームとあとは8に入っているトリオクロームを比べたいと思います。こういった違いになります。左側がマザーシップパレット9、今回のものね、右側が前回のマザーシップパレット8になります。右側の方が緑感が少しね強いかなと思いますね。こういった黄緑と緑みたいな感じかな。でこういった違いになります。これ違った光でまたお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下の光になります。こんな感じでね色は見えてくれますね。この色の変わり具合っていうのは少しお分かりになりますかね。違いは皆さんどちらがお好きですか。ついでに自然光だとねこんな感じになります。こういった見え方になりますね。そしてそれぞれのパレットの左上のねこのシマー感の色味9、そして8、7のねシマー感それぞれを比べたいと思います。こちらになります。左から9、真ん中が8、右側が7になります。でこう見ると左の方がね少しピンク感があるんだけど、真ん中はディオクロームっぽいようなね、ピンクと白のねディオクロームさっていうのが少しわかるかなと思います。で右側の7の方が純粋にねもうちょっと白さっていうのがあります。こういった違いになりますね。そしてこの2つのメタリックと8のねここに入っているちょっとシマーメタリックっていうかね、そして最後に7に入っているねここで比べていきたいと思います。それぞれ2色ずつ左から9、8、7になっています。こういったみんな似たような感じなんだけどそれぞれ微妙に違いますよね。いかがでしたか。で次はこのパープル系の色味ねっていうのをちょっといろいろと比べたいと思います。マザーシップパレットこちらは3ですが、このねサブパーシブの中に入っているこの色味、そしてあとはミッドナイト3ね、このミッドナイト3に入っているこちらのパープル、ちょっとそれぞれね比べてみたいと思います。こちらになります。一番左がマザーシップパレット9、今回の出たものね、そして真ん中がマザーシップパレット3、右側がマザーシップパレット6になります。こういったねそれぞれ紫系のね色味になりますね。で全部これらは特別シェードのものです。ちょっと蛍光灯の光の真下でもお見せしますね。こちらが蛍光灯の真下で見るような感じになりますが、皆さんもねどのぐらいの紫感パープル感がお好きだったりしますか。同じパープル系でもね明るさ具合とかも変わってきたりするので本当に好みになってくるかなとは思うんですが、パープル系の特別シェードになります。こんな感じになりました。で今回のマザーシップパレット9に関してはこちらのインテンシファイアーティストリーワンドっていうものも一緒に販売はされていたと思うんですけども、こういったカチカチするペンタイプのものになっていて、韓国製でね全部でこれ 2g 入っていて、
使用期間が6ヶ月のものになっています。ただね、これ1回出すとこの引っ込めるのがなかなかちょっと押しながら入れてもちょっと難しいので、あんまり結構出しちゃったりすると中に入れなかったりするので、その辺はね気をつけた方がいいかなとは思ったりします。で、実際に使ってみてどうだったかっていうと、正直に言うとね、ママかなって言った気持ちがあります。これ自体はすごくいいのよ。っていうのも、これを使ったのと使わないのの違いがあるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、左側がトリオクロームだけで、右側がこれを塗った上にトリオクロームを塗ったんですけど、色の見え方が、強みが全然違いますよね。だからすごくいいんだけども、じゃあ何が私はまあまあだったかっていうと、例えば今のルックをしてある程度仕上がってます。ただもうちょっとこの真ん中のラメ感強めたいって時に、直接塗っちゃうとすでに塗ってるアイシャドウのラメとかがここにぎっしりつくんですね。この隙間にねラメが入り込んだりとか、結構ね掃除が大変だったので、そうするとブラシで取ったりとか指で使ったりとかアプリケーター変えるんだけども、せっかくペンタイプでねこう塗りやすくなってるのに、まあいいんだけど、そこがちょっとだけね惜しかったかなって言った印象があったりします。まあ、なのでそこ気にされない方もいらっしゃると思うので、まあ、私の場合はそんな感想でした。で、私はマザーシップパレット9をね購入してみて、もうすでに7も8も持っていたので、もうディバインローズのイメージからはちょっと抜けて、新しいねヒュートピアンドリームの印象が良かったんだけど、まあ、ほとんどディバインローズの感じと似た印象を受けたんですよね。だけどこの2つの特別感ね、これが本当に良かったんで、良かったかなっていう気はしたりします。なので私がローズ系のねこういったものがいいなと思っていて、789どれか1つ選ぶとしたら、私はね特に普通肌で敏感肌でもないので、ディバインローズ9、今回のねこちらのヒュートピアンドリームを選ぶと思います。なぜならば、私がマザーシップパレットを買う理由は特別シェードにあるんですね。マザーシップパレット7の特別シェードはこういった感じで、これもねすっごく綺麗なんだけど、いやこのディオクローム感っていうのがすごくね印象にありました。で、8に関してはこのトリオクロームね、マルチクロームとも言いますが、そちらの印象も強かったんだけども、今回の9に関してはこういったラメ感がね強いディオクロームがあったり、トリオクロームもあったり、結構満載で詰まってるんですね。で、そういった意味合いで私は9を選ぶかなと思います。で、パッドマックグラスのねアイシャドウパレット、こういったものちょっと高いんですけども、公式サイズだとね結構いろいろセールをちょこちょこやっているので、いい時にはね 25% オフだったり 30% オフだったりで買えたりするので、ぜひね公式サイトも見てみてください。で、もしサイトの見方とか英語が苦手でわからないという方がいらっしゃったら、以前私がパッドマックグラスの公式サイトでね買い物の仕方の動画を出していますので、こちらの動画も概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。で、このパレットやアーティストリーワンドもね使ったルックに関してはルックのみでね出したいと思っているので、もしこの色味とこの色味の組み合わせのルックが見たいとか何かリクエストがあったら、コメント欄に書いてもらえれば、そういったものもね一緒に考慮しながら作っていこうと思うので、お気軽に書き込んでみてください。ということで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。